そうですね。いや、なんかこう自然な手順で見えるんですけれども、なかなか一本道選べないですよね、あれ。そうですね。ああ、白鳥トップ目で親番です。何の4曲ドラはチーマン、ご褒美でね、裏ドラ3枚ついてきてね。えイーマンいすぎるなと思ったら、あんなとこにいたんですね。あんなとこにいたんですね。さあ、そしてですね、じゃあ、おのおのの条件見ていきましょうか。はい、トップ目、白鳥34,300点。追う、まず2番手の小林が4400点差です。はい、このあたりは、じゃあ、1000、2000積も上がり、もしくは5200どこからでもこんな感じになってくるでしょうか。そして、3番手の滝沢、トップの白鳥までは、満貫積も届きません。跳ね満が必要です。出上がりでも OK。そしてルミは4番手ですが、親番上がり続ければどこまでもといった感じですね。滝沢は満貫で 2着に上がれるわけだ。2着にはなれます。はい、なのでこのあたりもどう判断してか、満貫2着、羽根満トップ、そして小林は自家製ペイ統一ですが、もう2枚見送っています。ペイ本しての条件満たすはかなり厳しい状況でしたか。あのドラ1枚持ってるん で、あとが両面、あの両面両面なんで、はい、3箇所がリーチドラ1でかけておいて、裏乗って今みたい白鳥みたいに積もって満貫っていうコースを見てますね。1000、2000は1000、2000 OK です。4400点差なのでリーチ積もドラ1 OK です。だからもう大丈夫みたいな形なんでしょうね。うん、あれ、ちょ、滝沢の手がすごいことになってきた。羽間見えますよこれ。ただね、泣くと満貫、満貫でもいいかなっていう感じはしますよね。そうです、チーム状況的にこの中で現状トータルポイント一番少ない、しかもターゲットにされそうな6位、うん、2着はね、ものすごく大きい2着ですよこれ。試合を消化して2着、それはかなり大きいんで、3着と2着ね、20ポイント違いますから、あ、ハネマンっぽい手ですよこれ。これルミは親番なので、もう一撃決めたら3色見えるじゃないですか。6000オールはびっくりポンですね。もう6000オールは4から1です。2万4000点ひっくり返ります。リーチツモタン用3色ドライ直径ですよ。急所はスーピンか、スーピン、あでもスーピン3枚ある。山さん、まだ急所と呼ばなくていい感じですよ。本当ですね、大変だ。さあ白鳥チューンアンコ、逃げ切りにはもってこいの手に見えますけれども、この表情はどういうことでしょう。この手はちょっと上がりづらいですね。まあ、仕掛けやすいっちゃね、チューンアンコなんで仕掛けやすいんですけど、そんなスムーズにはいかないだろうっていうふうに感じる手ですね。うん、これリャンピンも4枚生きて、あ、リャンピン引いた、はい、これでリャンピンも4枚生きてたんだね。はい、もう5、6、7決めたぞと。そしてもうイースーピンも形盤石じゃないですか。誰も持ってない、場に1枚だけなので、イースーピンがもうしっかり残ってますよこれ。じゃあ5万から入ったら、あ、ないんだ。5万の話しました今。5万の話しちゃ、5万の話はしちゃいけなかった。滝沢3枚、そして小林に1枚。あら。パーマンの話しましょう。パーマンの話。そうね。明るくね。パーマンはなんと全部残ってます。よし。大丈夫だ。これは風林火山にとっては朗報じゃないでしょうか。いやでもね、物々の立場を考えるともう息が詰まるようなオーラス。おっと、白鳥は逃げ切りたい。これもリーチ行く、いいシャンテン。そうですね。いつもドライチ OK の小林。ここで泣いた。赤、赤ウピン切るんですかこれ。まだ切らない。まだ切らない。想像の形がかなり厳しいですね。チーソーさえ引ければといったところ。白鳥逃げ切れるか、小林が追いつくか。リーチも入りますよ、いろんなところから。そうですね、特にこのルミの手ですよね。はい、あと小林の手も。はい。滝沢もね、これ仕上がったら着順アップは確実。ルミが欲しいパーマンですねこれね。なんでテンパイしない。小林も早くテンパイしてリーチって言いたい。6、7、8どうする。でも5、6、7が2つできてますものね。でも6、7、8も2つできてんだよこれ。ウーピンとブソ切れば、どうしよう、どっちこれ。これでも6、7、8でもほら、うん、
安全に88切ってたが安全なんで、そうです、間違いないですね、そうしましたね。さあ滝沢一社店7万出ていく形ですけど、滝沢7万はドラですけれども、でもあれいい風になったで、シャア滝沢もちもちなんですよこれ。あら、これかなりスピード落ちたんじゃないですか滝沢。そうですね、7万にくっつかないと。ああ7万切りそうだな。形は7万ですねこれね。はい、形は7万です。シャアもちもちなんてわからないです。チーソー引いた、引いた、一番欲しいとこ引いた。白鳥スーチーソー待ちテンパイ、逃げ切りのテンパイとなりました。スーチーソーは今チじゃない、スーソー残ってるんじゃないですか。スーソー3枚残ってる。チーソー、チーソー1、スーソー3、しっかり残ってます。あーテンパった。え、チートイツ、いやシャンポンでリーチじゃない、どっち、シャンポンでリーチでしょう。シャ、いや、いいマンもいい街に見えるけど、ここはちょっとシャンポンでリーチじゃないですか。これいいペーコーできてます。ちょっとね、マンズ分断されてるか分かりづらいんですけども、親がルミだから闇か。はい、これトンとシャのシャンポン待ち、トン、あ、つかんだ、トン、え、チョクは、トン、直撃は、あ、直撃だ、文句なしだ、文句なしだ、これ8000点、直撃食らってしまった。白鳥、あらら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 、名本いいペーコーか。8000点は滝沢3番手からトップに、そして白鳥は3着 に。このトップは大きいね。ファイトクラブ、ファイトクラブ最後の最後で差し切った、対戦金の8000点